韓国のフットサルリーグである FK リーグの試合で、相手チームの選手にパンチやローキックをして物議を醸した選手3人が永久除名の懲戒を受けることが分かった。公用ブルズフットサルクラブと堤川 FS は去る15日、京畿ドパジュ NFC でハンファ生命2020-2021 FK リーグプレイオフを行った。終始、激しい戦いを繰り広げていた両チームの選手らは、試合終了3分を控えて神経戦を繰り広げた。この時に堤川 FS 所属の A 選手が公用ブルズ所属の選手の太もものあたりを強く蹴った。蹴りられた相手選手はコート外に倒れ込んだ。A 選手は反則を認め、退場処分となった。公用ブルズの選手たちはすぐさま抗議。この過程で両チームの選手たちは揉み合いになった。また、堤川 FS の選手の一人が、蹴られて座り込んだ公用ブルズの選手の足を踏んで通り過ぎるなど、スポーツ精神に反する姿を見せた。この場面は中継カメラでそのまま放送された。試合後、様々なオンライン上コミュニティや SNS では批判の声が高まっている。一部のネットユーザーはフットサルがこれほど危険なスポーツだと初めて知った。フットサル選手なのか、組織暴力団なのかわからない。暇なプレーなどの反応を示した。波紋が広がると A 選手を含む堤川 FS 所属の選手3人は、試合翌日の16日、自筆の謝罪文を Facebook に掲載した。堤川 FS の関係者は Facebook の掲示文で公用ブルズの選手団の方々に身体的、精神的な被害を与えて心から申し訳ない。今回のことでチームでは8番、14番、21番の選手のリーグ選手永久剥奪の懲戒処分を下し、韓国フットサル連盟の懲戒に従って措置を取るという立場を明らかにした。